ただいまから平成21年度新宿ものづくりマイスター技の名称認定式を開催いたします。新宿区では地場産業である、この制度は区内のものづくり産業を対象に卓越した技術技能を持つ職人たちを技の名称として認定するものです。では早速平成21年度技の名称をご紹介しましょう。おめでとうございます。第2回目となる今年度は地場産業である染色印刷製本業をはじめ、大久保周辺に多く集まる管楽器修理業や帽子製造金属原型彫刻業に携わる7名の方を認定しました。おめでとうございます。この認定制度によって優れた技術が広く知られ、またそれが新たな産業と結びついて発展していくことが期待されます。一番大事なことは物を作る時の原点と、名称の域にまで集達されまして、そしてまたこの技術を後継の認定式に続いて行われた懇談会、マイスターの皆さんにお話を伺いました。お客様がね、華やかなものの方が喜ぶんですよね。花柄だとかちょっとした図案化したものでも多色系の方が華やかな感じになりますからね。写実的古典模様が私が好きで、こういう仕事ですからもう死ぬまで研究なんですよね。ですから何か街歩いてても何か目に留まればそれを見て、あの時はあれ見てよかったな、よしあれを何とかって、そういう考えでいく。私がやってるオーブン印刷っていうのは、単なるこの文字を組み合わせて印刷するっていうことじゃなくて、その内容だとか用向きに応じて書体だとかあと組み方を変えていかなければならない。まあ人のやらんことを自分でこうつまみ上げながら、そんなことをしているうちに御所の皇后様の帽子作りを任命されまして、その方によく合うものを作ればよろしいんで、世界中の プロのプレー一流のプレイヤーと、まあ、対等に話ができる。今もウィンフィルのメンバーが来日してますけれども、部屋の中まで入ってきて頼むよって楽器を預けていきますから、すごく光栄なことですね。まあ、タガネっていうのは日本だけのものですけど、自分で思ったものを作れるっていう、それは面白いなってことじゃないですね。多分世界に通用していくと思います。通常作者本の組み立てっていうのは数ヶ月先を想定して、ある程度これだけフェルトやなんかが潰れて変化するだろうということを想定して直さないと、直したうちに入らない。かなり有名な人でも一曲吹いてってくれる人もいるし、月並みですけど喜ばれることが一番嬉しいことですよね。次回どんな技の名称が誕生するのでしょうか。